ようこそいらっしゃいました旅人さん。なんという巡り合わせでしょう。キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか？それにしても今日は随分とご機嫌みたいだな。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。そしたら近々思いがけない再会を果たすかもしれないと巫女さんに言われまして。キャサリンが神社におみくじ？なんだか珍しい光景だな。いや、そこじゃなくて、お前たった一日のうちに稲妻まで行って帰ってきたってことか？ここリーユエだぞ。私もたまにはプライベートを楽しみたかったもので。それでさっき言ってた思いがけない再会ってオイラたちのことなのか？さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちほぼ毎日会ってるけどな。キャサリンが喜んでくれてるなら別にいっか。ああ、お前の気持ちオイラもわかるぞ。巫女さんの言ったことが当たってるといいな。だってお前のお兄さんは。その落ち込んだご様子、私何か触れてはいけないことを言ってしまったのでしょうか？いや大丈夫だ、気にしないでくれ。それよりも依頼の話に戻ろうぜ。何かオイラたちにぴったりな依頼はないか？ええ、それでしたらちょうどいい依頼があります。甲府の方からの依頼でして、双眼鏡園を調査してほしいとのことです。え、そこって封鎖されてたよな。もう解除されたのか？詳細については依頼人の月木さんに聞いてみてください。彼は今双眼鏡園の近くにいるはずです。おお、分かった。ありがとな、キャサリン。それじゃ出発するか。はい、星と深淵を目指せ。今回は本当に深淵を目指しているようですね。幸運を祈ります。
雨描きがたし。
事に書類を提出しないと。高校の匂いがまた変わった。
月期か。オイラたち冒険者協会の依頼で来たんだけど。ああこんにちは。その依頼なら俺が出したもので間違いない。ん？そちらの方はどこかで見たことがあるような。もしかして有名な冒険者さんだろうか。そうか、わかった。まずは自己紹介をさせてくれ。俺は月月、つい先日双眼巨炎の採掘許可をもらった候補だ。それからここには俺の下で働いてくれている奴らが何人かいる。え、双眼巨炎の採掘許可ってもらえるものなのか。ああ、玉境内の奴らもやっと融通が効くようになってな。仙岩軍の保護下っていう条件付きで浅いところの鉱物であれば採掘の許可が下りるようになったんだ。で、その許可を最初にもらったのが俺らだ。だが最近どうも奇妙なことが起きていてな、鉱夫たちがみんな怯えてるんだ。奇妙なこと、何が起こったんだ。オイラたち詳しい状況をまだ何も聞かされてないんだ。まあ大したことじゃないんだが、無視もできない不気味なことでな。ある日うちの候補が休憩していたら、意識の朦朧としたヒルチャールたちが前を通り過ぎていったそうなんだ。ただそのヒルチャールたちは彼に目もくれず、双眼巨炎の奥へと進んでいったらしい。それから何日か彼が様子を見ていると、同じようなことが時々起こっていると分かった。もしかして好奇心旺盛なヒルチャールがいてこの辺をうろうろしてただけなんじゃないか。いや、それがおかしなことに、双眼巨炎に来たヒルチャールたちは入ったらもう出てこないんだと彼が言っていた。そのヒルチャールたちを確認できるのは行きの片道だけ。中に入ったらもう出てくることがないらしい。しかもこの間から似たようなことがさらに増えていてな。あのヒルチャールたちの目的は、あの後あいつらはどうなったんだ。何か悪いことでも企んでるんじゃないかと。そういった考えが次々と甲府たちの頭をよぎり、恐怖のあまり仕事に手がつかなくなってるんだ。うん、その気持ちオイラもわかるぞ。聞いただけで鳥肌が立ってきた。ああ、未知から生まれる恐怖こそ一番恐ろしいものだ。真相を突き止めない限りどうにも安心して働けそうにない。この依頼、オイラたち本当に受けるのか。その甲府さん、もう少し考えさせてくれないか。おい、オイラの意見もちゃんと聞いてくれよ。そっか、よし、わかったぞ。オイラも頑張る。もしかしたらお前の家族の手がかりが見つかるかもしれないしな。それにここで引いたらこの先ずっと気になってモヤモヤするだろうし。二人とも、この依頼を受けてくれないか。せっかく手に入れた採掘許可だ。俺も無駄にはしたくない。おう、オイラたちに任せろ。何が起こってるのか気にもなるからな。そうか、助かるよ。今あのヒルチャールたちが向かった先を教える。
ここの採掘許可はやっと手に入れたものなんだ。だからどうか頼んだよ。古の宝物、実に貴重だ。
暗算八九。はっはっはっよっ。火の用心。ふっ。はっはっ。ふっよっはっはや。どうだ。ふっはっよっ。かせよ。
旅はいつか終わりを迎える。来た甲斐があった。はっ、岩山八九。
甘い。岩山八九風よ、うん、言ってるで。でどうだ。剣女盤石サイ。はっ、そこだ。やっ、よっ、突きあり。はっ、突きあり。岩山八九天理チョーク前へ。ふっ、俺
盤石。偶然の出会いには趣がある。いや、いざ。この剣は分かるかい？火の用心！天道万象！暗黒を砕く。気ぃつけるぜ。暗く前に。そこだ。あっ、
雨描きがたし剣女盤石花火に火やっおっとえっどりゃ余計だうちに開けさせてからとは旅の醍醐味でござろう。何者だ？
気ぃつけるで。せっけいやっはぁ。この剣はわかるかい。岩山八九。さあ、こりゃ花火に火行こう。剣女盤石隙あり。はっ。やっ。天才だ。岩山八九。
古の宝物、実に貴重だ。マイヤ、そこだ。剣女盤石。風よ。行こう。難攻不落。
せっ火星よっ難攻不落ふっふっガンザン八九はないやろな。暗算八九天道万象難攻不落風の雲の上この剣は分かるかいせっふっへっ行くでマリやさまや難攻不落言ってるで天道ここにありやはっ新天道地ふっはいはっはっガンザン八九マイはっなん
神はないやろな。岩山八九。風よ。天地の恵みであるな。Thank you.